はい、それでは今週もやっております、オンライン出演インタビュー、JFL のクラブの方を何週間前から毎週出ていただけますが、今週は奈良クラブということで、ゴールキーパー、背番号31番、藤吉海次郎選手と、今、視聴者の皆さんには藤吉選手の詳しいプロフィール画面出ておりますし、見ていただいていると思います。1992年生まれ、東京都、知ってる方は知ってる、ご存知、藤吉選手は当時横川武蔵野 FC、 今の東京武蔵野市ですね、当時武蔵野のユースでプレーしてまして、そして2010年にトップ、つまり横川武蔵野ですね、にトップ昇格して、その後、この今書いてある通りですけど、 J3 の相模原、そして2018シーズンから奈良クラブへ完全移籍と。あと、ルイルイとこう、もう藤井選手を大好きで大好きでたまらない、番組スタッフがですね、本当に気持ちを込めた今、プロフィール画面、皆さんに読んでいただいてもらいますが、早速ですが、ご本人に登場していただきます。藤井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。去年のシーズンの、確か9月のテゲバジャール戦の時に奈良店にお伺いして以来だ。あはい。れからもう9そうヶですね。月も、一日の試合ですよね。1日の試合です。そうそうそう。よく覚えてまはい、す。9ヶ月経ちましたね。9ヶはい、月経ちもう鮮明に覚えてます。はい。あの当時はね、9月の時はまだまだリーグ順位もね、上の方にまだまだ食い込めるぞという時だったんですが、結果、ちょっとこう下にずずっと最後、ボトムの方に進んでしまったのは、短くていいんで、昨シーズン1年、まず戦ってみて、シーズン通してはどうだったかっていうのは、いかがですか、藤尾さんの感想は。そうですね、昨シーズンは本当に勝ち点が取れるところで取れない試合が多くて、で負け試合を普通に負けてしまったっていう試合が多くて、まあなんとか自分のところで1.00抑えられればっていう試合は何個かあったんですけど、そこでまあ耐えられない試合が多くて、で勝ち点取れないゲームとか。まあ、3ポイント取れるとこで1ポイントだったとか、そういうゲームが多くて、まあ、ちょっと、まあ、不甲斐ないシーズンになっちゃったなって思う一面、まあ、失点数はそんなに多くなかったそんうなんですで、よね。そうですね、もうちょっと攻守にバランス取れたことができれば、もうちょっといい順位にいたんじゃないかなっていうのは振り返ると思いますけど。そうですね。非常に藤吉選手、一番後ろからディフェンダーとの、ね、連携、しっかり集中、いい守備っていうことは、はい。各々それぞれの試合でできてた方が多かったから、逆にその勝ちきれないみたいなところが課題だったなっていう。そうですね。だから取れるとこで取れなかったし、守るべきとこで守れなかったし、そうですね。ちょっと悔いの残るシーズンだったでなすとは思ね。いますけど、はい。そしてオフを迎えて、また1月、2月からまず監督が林さんになり、はい。新チームで指導して、いや、まあ、2月、3月、特に2月までは JFL の、ね、3月の開幕に向けて準備を進めてたと思うんですが、はそしてこの日本全土が、コロナでいろんなものが止まってしまうということが当然あって、サッカー界も全部止まったわけですが、藤吉さん、3月、4月頃、どのように受け取りい。はい。ましたか、このコロナによっていろんなものが止まるということは。そうですね。ちょっと数回ちょっと東京に帰んなきゃいけない用事もなんか症状であって、で去年東京に帰った時は本当に新幹線とか満席状態がほぼだったんですけど、このもう3月に1、2回帰った時は本当にガラガラで、ですよこね。れはちょっと、もう、まあなんだ、日常じゃないなっていうのはその辺で感じてて、多分奈良のご自で、宅にいる時ははい。そこまでって思ってなかったのが、一回そういうちょっとこう、東京方面に行くって言った時にリアルにそれを感じたっていう感じですか？そうですね、ちょっとやっぱ、まあ、その人口密度的には東京に比べると多分そんなにないので、奈良は当時そんなにまあ感そ染者出ての、なかった時期なんでね。
そうですね、なんか大阪と近い割には、はい、そんなにあの感染者が爆発的に増えたってことはなくて、で実感はあんまりなかったんですけど、東京に戻ってみたら、でもそのし、うん、そうですね、戻ってみたら、ちょっと、まあ、普通じゃないなっていうのを感じて、うん、でもまあ開幕も近づいてくるし、いや、準備しなきゃいけないけど、これできんのかなとか思いながら、あのプレーしてて。とりあえず3月の時は、開幕がちょっと何週かディレイするっていうだけで、はい、まさか、その当時ですよ、はい、3月の当時って。はいはいはい。4月5月とずっとここまで押すとは、やっぱり3月の時はそんなには思ってなかったっていうのが正直なとこですか。そう、いや、自分のあの肌感覚っていう感じだと連休、うん、5月の連休明けぐらいにはスタートするんじゃないかなとは思ったんですよ。まあそこですよね、3月の時には4月末ぐらいまでは、はい、とりあえずは1回またオフになる、はい、オフが続くなっていう感じですよね。そうですね、プレシーズンで、まあ、準備期間になるのかなとは思ってたんですけど、まあ、あれよあれよと蓋を開けてみたら4月の、ね、変わってって4月の19日まで伸びたっていうのはね。そうですね、そうですね、なかなかちょっとその当時は想像できなかったですね。だいたいどのカテゴリーも6月末から7月ぐらいっていうのが見えてきたのがまさにゴールデンウィーク明けてからなんですけど、それまで藤井選手はどのように、はい、その多分チームもそんなに全体で集まることはずっと控えなきゃいけないっていうのもあった中で、メンタルとフィジカル両方どういうふうにキープしようっていうことを一番考えてたんですか。そうですね、フィジカルのところは、うん、まあその低下を最小限にしようっていうことばっかり考えてて、うん、でまあその、まあ、キーパー一人でセービングとか、はい、なかなかできないし、そうできないし、まあでもその公園に行った時に、うん、あのまあその地面にこうバン叩きつけられる衝撃に慣れとかなきゃいけないなっていうのは、うん、自分の体がですね、すごい思ってて、自分の体がそうです公園で、そうです、まあ首とかもこうガンガン行かれるし。はい、そういうところはちょっと頭に入れながらやってて、いやそうで、ね、で今キーパーコーチがジョアン・ミレーってジョアンがいるんですけど、はい、存じだけど、でそのちょうどそのジョアンと林明宏選手とかのズームミーティングがあって、はい、でその時になんか目のトレーニングをした方がいいっていう話をされてたんですよ。はい、目、そう、目動体視力ってことですか。でそれでやっぱそうですねその動くものを追わなきゃいけないし、その首を上に向けた状態で追わなきゃいけない。そうですね、はい、ハイボールの処理とかってことですもんね。そうですそれ早く飛んでくるボールはい、で それでじゃあどうしようと思った時に、いやサッカーボール蹴ってもらうの無理だからいやじゃあこれはなんだと思って、でも体も動かさないといけないし、代わりになるものは何だと、バドミントンずっとやってたんですよ。バドミントン、そうですそう、バドミントンの歯で思いっきり打ってもらって、はい、でそれをこう打ち返したりこう、まあ、手で触ったりとか、はあ、そういうことは結構やってて、あのこの人気のない公園で、そうですね、人気のない、まあ、もともとそんなに人気はないんでないんですけど、はい、まあそうで、まあ、自分もその奈良県のちょっと外れてる方に住んでるんで、はい、でもすぐ裏も山ですし、もう自然豊かな場所でね、そうですね、でもう本当に山道ランニングして、それでバドミントンの道具持ってってとかいう毎日を過ごしてましたね。まあ、時間帯も、まあ、午前の練習なんで9時とかからやって、はあ、まあ、2時間ぐらいやって、で夕方にちょっと全身運動で縄跳びとかやって、どうでしたっていう毎日を過ごしたら、初めて、多分あのもうこの日本中のアスリートこれ初めて経験してるんで、はい、はい、こんな過ごし方したことないわけじゃないですか、奈良の山のふもとの近くの自然あふれるとこでバドミントンのシャトルを追いかけ、そうっすねこのやや長い4ヶ月、まあ、5ヶ月ぐらいのオフみたいな感じっていうのは、そうっすね、だからなんか、まあ、普段ないその、まあ、
昨年結婚したんで、はい、まあ、家族時間は過ごせたかなっていうのはあったんですけどね、うん、多分スポーツ選手全般そうだと思うんですけど、うん、こんなに家にいることないんで、だから考える時間っていう頭を動かす時間っていうのはかなりあったと思うんですよね。普段のシーズンだったらもうどん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 毎週試合が続くから試合に向けてスイッチオンオフじゃないですか、はい、でもこれだけ時間があると、ね、多分サッカーのことも考えるしそれ以外のこともいろいろ考えたんじゃないかなと思うんですけど、ご家族や人生とかいろんなこと考えたんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はいかがですか、考えたこと。そうですね、そのまあ、サッカーの話からすると、はい、その、まあ、キーパーって特殊なポジションだと思うんですよ、はい、そうですね、で、はい、なそのフォワードファミリーっていうのはあんま聞かないんですけど、うん、あのキーパーファミリーっていう言葉って結構、うん、巷では流行ってる言葉だと思ってて、で、まあ、普段、まあ、キーパー仲間もいっぱいいますし、はい、でも普段だったら連絡取らない仲間とかも結構時間ができたりして、そうですね、そうで、その人たちとその、まあ、それこそ Zoom とか Google Meet とか、はい、でこのプレーどう思うとか、なるほど、じゃあクロスの時ここのポジション俺は取った方がいいと思うけどお前どう思うとか、へー、そういうマニアックな話を結構できた時間があったんで、それはすごいためになったっていうか勉強になった。そうですね、だから普段会わないようなカテゴリーの選手とかも、うん、まあ、それこそ J1、J2 の選手と、はい、じゃあ指導者仲間の選手、はい、じゃあ JFL の選手っていうところでいろいろ話をできたんで、いわゆるこうすごい、何、うん、ですかね、整理、はい、ゴールキーパーの整理できた時間でしたね、座学の時間がたくさん作れたって感じですかね、はい、映像を見ながら、そうですね、うん、いろんな意見交換をして、そうですね、うん、そうですね、こういう時どういうメンタルでいるのとか、なるほど、 これ本当はパンチでいきたいけど実際最初どうキャッチでいく、うん、みたいなとか、あとね、そういうもうすごいクロートなところ、この後のセカンドプレーどこまで予想してるとか、そうですね、これどこ見てんのどこ見てんのとか、はい、あのそれこういうのはだからはい、ポジション的に特にゴールキーパーですから非常にマニアックな会話してそうだなというのは聞けるんだったら覗きにしたかったなぐらいですねそのワンプレーで2時間ぐらいかかりましたなんかでもちょっと飯だから終わりにしようでもあれですね、退屈しないで充実した時間にはなってたっていう感じですね、そのような感じだったら。そうですね、最初はどうなることかと思いましたけど、うん、うまくそこは、まあ、そういう、うんうん、その暇もう時間を持て余すっていう感じにはならなかったですね。なるほど。サッカー以外のことは何か考えたりしましたか？一番考えたことって何ですかね、一人の一人間としてでもいいんですけど。サッカー以外のことはやっぱりセカンドキャリアのことは考えましたね、うん、結婚もされたし、このコロナに、うん、そうですね、コロナによってまあ、就職するのも結構厳しいとかいろいろ話も聞くし、でサッカーチームの懐事情も厳しくなるのは分かってるし、ですよね、どうしようかなとか考えて、まあでもその中でじゃあサッカーの指導者とかを見た時に、うん、はい、まあ自分の今2020年、まあ、考えるキーパー像とか、はい、そのジョアンに今教えてもらってることとか今までやってきたこととか、でそういうのを考えてるうちにじゃあパワーポイント作ろうってことになって、おう、で今ちょこちょこパワーポイント空いてる時間に作ってやり始めてるんですけど、まあ全然完成してないんですけど、そういう道に行ってます今。藤尾さんまだ30歳にはなってない、28、まだ28ですよね、で今年9の年ですね、はい、まあ、はい、ゴールキーパーのポジションですから10年は、まあまだ10年はそうですね、ジョアンに俺の理論をしっかり体現できればあと10年はやれるって言うんです。ですよね。そうですね。でやはりこういう2020年のこういう特別な年だからこそ、やっぱり普段考えなかったようなこと、例えば日本のサッカー界がこれからどうなるんだろうとか、自分のキャリアどうしてこうか、はい、人生まだ長いですから、はい、はい、まだまだ30年、ね、40年ね、あり続きますからね。そうですね、やっぱそういうこと考えますよね、
そうですね、考えずにはいられないっていう感じですね、ですよね今。でまだこの年前だからといってすぐ答えが出ることでもないので、はい、これからそういう考えるきっかけができたということで、これからず毎年毎年ずっとアップデートしながら考え続けられるんじゃないかなと思いますが、そうですね、そうですね、その、まあ、習慣ができる、まあ、前から考えてましたけど、でもより深く考える癖はついたかな。パワーポイントを作るみたいなアクションするとよりあれでしょ、なんか一歩進みますよね。そうですね、なんかちょっと落ち着きました。頭で考えてるだけじゃなくてね、形にしてみると少し整理つきます。そうですね、そうです、そうです、そうです。そしていよいよですね、7月19日 JFL、 いよいよ、はい、もうファンもみんな待ってましたっていうぐらい、はい、まだかまだかと、いよいよ開幕ですね。はい、いかがですか、いよいよ始まる後期、いわゆるリーグの後期分だけという非常にイレギュラーなシーズンのレギュレーションになりましたが、はい、どうですかこの試合数の少ない中は。はい、まあそんなに気にはならないんですけど、うん、多分もう始まったらすぐ終わっちゃうなっていうのは思ってるんで、はい、そのまあ一戦一戦の重みも、まあもちろんは前期後期ある時も一緒ですけど、うん、よりね、余計にその勝ち点のそう1ポイントが重くなるし1失点が重くなるなっていうのは考えてて、やっぱり30試合とね15試合じゃ全然その取り返せるっていうあれがないですよね、そのまだ、そうですね、まだ修正できるとかっていうその時間がね。はいはいはい、そうですね、だからまあ、この前レギュレーション発表されたんですけど、はい、5人交代っていうの初めて、はいはいはい、J3 の初年度5人交代だったんですけど、はい、でもその5人って多分ディフェンス枠に使うって結構考えづらいなって思ってて勝手に、はいはい、多分フォワードが攻撃陣がフレッシュな選手がボンボン入ってくるんじゃないかっていうのを勝手に予想してるんですね。まあ、常識的には前3人変えるんだろうっていう感じですよね。そういう、まあ、簡単な考えなんですけど、はい、そうなるとやっぱディフェンスってどんどんそう集中力体力がこう、うん、ちょっと切れてくるところでもう一回締め直さないと、うん、そこでやられてしまう、やられたらもったいないし、やられたら取り返せない時間帯になるかもしれないし、うん、そうですね、いやそのところはちょっと考えながら、まあ、後ろからね喋れればいいかなっていうのは思ってます。つまりこうずっと、0-0 なら 1-1 でずっと続いてる時に相手チームが勝負かけて本当に3人同時に前へ3人変えてくるみたいなことが突然起きて後半のね30分ぐらいから、そうですね、ありえますもん、あ十分ありますね、はい、5人交代っていうのはね。でありますあります、その時にゴールキーパーや、ね、藤吉さんやそのディフェンスラインとどういう修正どういう確認するかっていうのを本当に通常だったらないシチュエーション味わいそうですね、今シーズンは。そうですね、2枚替えだってあんまないじゃないですか。ないですね。それが3枚替えになったら結構大変だなって。いやいや我々も想像できません、あまりなんかそのワールドカップのベスト4とか、ね、ベスト8になってくるとそういうのやりそうだなと思いますけどね、 0-1 で負けてるチームがね。そうですね、ワールドカップレベルですけどね、それっていうリーグ戦で毎試合そういうここ一番、ね、リーグ戦がそのどんどん切り札切ってくるみたいなのは人が変わるないですからね。なるほど、やはりそうですね、はい、やはりゴールキーパーの発言、こう守備をどう考えるかっていう方の発言は目の付けどころが違いますね。今シーズン5人交代気になりますっておっしゃったのは藤尾さん。いや、わかんないですよ。藤尾さん初めてです。いや、僕は本当ですか。いや、それもずっと気になってたんですけど、ブンデスリーガーが。ですね。ね、そういわゆる社会人リーグの方も5人交代みたいなこと昨シーズンとかもよくありますけど、まあそういうシチュエーションよく起きますから、はいはい、もう思い切って3人来るなんてありますから、はい、ですよね。去年のチャンピオンズリーグもありましたよ、はい、チケツの決勝ラウンドでも思い切って3枚替えってありましたから、実際5人交代あったから3枚替えゾッとしますね、3枚替えなるほど、そこを一つ、はい、ファンの皆さんにもちょっと見どころでね、こう JFL のゲームを楽しみ方としてはね、なるほど、そういうとこは。そうですね、今年の林監督率いるチーム状況どうですか、ここまで、まだ3週間4週間ありますが、
全体練習始まってから。そうですね、はい、全体練習が再開したのが、まあ、6月の5月の末ぐらいだったんですけど、うん、でまあその前にみんなでちょっとまたミーティングズームでやって、うん、で始まったんですけど、はい、まあみんな、まあ、監督中心に若い選手多いですけど、うん、まあその若さを生かして、でそのうまくベテランが束ねて、チームをいい方向に持っていければいい方向に行くんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、でもいい時だけじゃないんで、うん、悪い時にどう、まあ、監督中心にみんなで一丸となれるかっていうのが結構大事だなと思ってるんですけど、監督彼も1年目なんで。そうですね、はい、しっかりみんなで同じ方向向いて。藤吉さんより年の若い監督ってのは初めてじゃないですか。はい、初めてですよ。そうなかなかないじゃないですか。すごいですね、藤吉さんのまだ28歳の年齢にして自分より若い監督っていうのはね、なかなかの。そうです、だって自分より上の選手も 4,5 人いるんで。ですよね、はい。その人からしかしたらもうね。この2020年ってこうレギュレーションも特殊だし、試合数も特殊だし、はい、ましてや監督1年目の林さんという非常に何ですかね、前例のない。そうですね、うん、でもやっぱり監督知識あるんでいろいろ、はいはい、引き出し多いんで、そこは大いに期待していただければと思いますけど、選手にとっても刺激になるとこですね、そのね、新しい、ね、そうですね、考え方戦術いろいろ含めてね。はい、まだ1試合も奈良クラブの試合見れてないので皆さん。そうですね、もうどこのチームもそうですもんね。そうですけど、一体どんなチームでどんなサッカーやるんだろうとね、今こうやってお話聞いてるだけでもちょっとワクワクしてきます。まあみんなまだスタジアムには見に行けないので、多分インターネットの試合を中継を通して見る形になると思うんですが。そうですね、1試合目2試合目はまたリモートマッチなんで。ですよね、3節からぜひ、はい、皆さんがね、奈良で行けるようになったら、ね、ぜひね、はい、選手たちの活躍を目の前で見てほしいなと思いますね。はい、間違いないです。毎週 JFL 開幕が7月19日が近づくので、毎週毎週これからずっと JFL の方を毎週毎週2人ずつぐらいは出てもらおうと思って、はいはいはい、それで番組スタッフからオファーさせていただいたというのが経緯でございまして。あ、なるほど、すごいシリーズですね、はい、まだまだずっと7月も続くんですけど、はい、なかなかだってそんな JFL のことを取材してくれるメディアの方もなかなかないじゃないですか。多分これだけ毎週出るのは手前味噌ですけど、私たちの番組だけかなと思いますし、はいはい、ねえ、間違いないですよね、はい、なんで、はい、お願いします。短い時間ですがありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。期待します、頑張ってください。ありがとうございます。では、ここで、藤吉選手のオンライン出演インタビュー終了いたします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい、というわけで奈良クラブのゴールキーパー藤吉海次郎選手のオンライン出演でございました。